いやー、鬼殺隊に入ってだいぶ経ったな。親方様は、うわぁ遊んでるわ。何事もなく元気でいいな。ただ夜なのに柱も鬼もいないぞ。一体みんなどこ行ったんだ。なんだ、うわぁ何かに落ちてく。ここはまさか無限城に来てしまった。柱すらいない俺一人で、そりゃこんな顔になるわ。チェルス、今回も鬼滅の刃の世界やっていくんですけど、今回はなんと無限城に来てしまった。とりあえず一旦これ外してと。やばい、でもどこに鬼がいるかわかんないし、果たして俺は無事に帰れるのか。産屋敷さんも心配だし、まあでも産屋敷さんは水遊びしてるか。なんだこの刀は。わはははすげえ、柱全員の武器が使えるぞ。全柱の力を使ってこの無限城を突破しなきゃいけないのか。おそらくどこかにいるであろう全ての上限たち、これを倒せば無事に帰れるはず。元の世界へ、俺が全員上限を倒す。早速なんかいる、あ、鬼がいるぞこの中に。開けてみるか。さあ、わはははは、よく出てきた。ただここら辺の鬼は大丈夫だ。どこを開けたら何が来るか分かんないからな。いやでも中身すげえ。今回柱だけじゃなくてね、炭治郎とか善一とかの刀もあるからな。さあチェストがあるぞ。そして開けてみるか。一体何があるんだ。おほほ、無惨の血とドーマの帽子があるぞ。きっといるんだな、どっかにドーマが。やはりドーマはね、忍さんとかの力を使っていきながら倒してきたよな。その上限に見合った力を使っていきたい。ちょ、使わない武器は一旦しまっとくか。さあ、お鬼がいるぞ。あいつは下鬼じゃないか。さあじゃあそれなら力を貸してくれ全員。雷の呼吸1の型、ヘキレキ一閃。さあもう一発撃てば、オッケー、倒していく。ただ普通に鬼強えな。やめた、扉を過ぎてどこ開ければいいか。こっちが来た方だもんな。奥とかまだまだ全然あるぞ。どっかに十二気づきはいるはずだからな。てか十二気づきは全員俺が倒さないといけない。じゃあちょっとこのまま先進むか。さあ鬼たちがいるな。奴らはヘキレキ一閃でまっすぐ倒していく。オッケー、ヘキレキ一閃強えな。じゃあちょっとそろそろ使っていくか、柱の力。まずはこれだ。誰よりも冷静に判断し鬼を立つ者、富岡義勇の力でいこう。さあこん中はどうだ。うわ、すさまれる、飛ばしてきてるな。水の呼吸2の型、水車。そして3の型、竜竜梅を。この狭いところでかましてきながら、さあ倒していったぞ。にしてもこの無限城広すぎるな。さあ、おお、やばい、加減だ、ついにいたぞ加減が。12気づきだ。やるしかないか。入って、あいつどこだ、挟まってる。水の呼吸10の型、せいせいルテン。やばいこいつ、なんて力だ。いや外出てきちまった。いけるか、あいつ落ちそうだぞ。大丈夫か。さあただせいせいルテンでね、殴っていきながら、オッケー。まずは十二気づき討伐したぞ。加減の6、階級的にはね一番下かもしんないけど、いけるな。これが柱の力か。にしてもこれ落ちたらどうなるんだ。奈落も無限かもしれない。ただちょっと加減の6相手でも結構苦戦したな。なんといっても、わー怖すげー、え罠すぎる。これはあまりにも扉かと思ったら先ないんだもん。ただそのバトルをきっかけに俺もさらに強くなったぞ。俺も柱、同等の力、格闘とあざものももう使えるぞ。さらに強いね敵を倒すためにはこの力が必要かもしれない。にしてもこれどこに何があるか分かんないぞ。これが無限城か。普通に美しいな。さあ普通にあとは、あ鬼がいるぞ。さあ倒していきながらせいせいルテンかまして、オッケー。さあチェストリーは、おはははは、怖すぎ、村人がいるわ。うわー、ちゃんと村人だ。こうやって人間も食料として蓄えているってわけか。これもしかして俺、食える、さすがに食いたくない。ちょっと待って、この絵面えぐい。ちゃんと村人食ってるわ。一刻も早く上限たちを全員倒さないと。全柱の力がどれだけ強いか気になる人はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。必ず無限城を突破する。しかし本当に入り組んでるな。何がどこにあるか分かんない。うわー、上限の6がいる。ちょ一回戻って。上限の6相手はやっぱり渦井天元の武器じゃない。そしてさっき言ったあざもの、格闘を使って、さあもう本気でいくしかない。やるか、音の呼吸で行くぜ。音の呼吸1の型、とどろき。誰よりも派手に戦場をかけるもの。そして死の方、氷山無限でまずはダキにダメージを与えていく。さあまずはね、開幕呼吸も使ってって。そろそろじゃないか。上限の6出てきたぞ牛太郎。こっからが本番だ。それなら5の方、名言早々で。さあ斬撃を与えつつ、この火花散らしていきながら、さあ派手に行くぜ。ただやばい、毒強すぎる。まずは一旦牛太郎を倒さないといけないからな。ダキはもう頭が取れてるな。おお、そして透き通る世界だ。さらに進化していく。これが音柱の力。オッケー、上限の6打ち取ったぞ。まだやっぱ上限の6だから体力は少なかったな、牛太郎&ダキ。さすが渦井さん強かった。さあちょっとさらにこの無限城探索してみるか。あと5人だな上限は。さあここはどうだ。おお、なんだ、まがまがしすぎる。なんで血みどろな部屋なんだ。しかも頭落ちてるぞ。普通にチェストの中にはもう当たり前かのように村人が並んでる。さあ鬼どっかいないか。お、金魚鬼だ。やはりこれがあるってことはやつもいるんだろうな、おそらく。よし倒してって。三味線あるぞ。おお、すげえ取れる。え、これ弾ける？あははは、弾けるわ。もうこれでじゃあ形変えようぜ。いける？さ
さすがにいけないか。鬼の力ないしな。なんか廊下っぽいとこ来たぞ。うわ、そして嫌な予感がする。あの奥、何かいる。このマガマガしい肉の塊は、たまよさんがいた場所か。そしてその下には、地方犬がやっぱいたな、ギョッコ。このマガマガしくね、恐ろしいオブジェクトに釣られたか。それなら、やはりギョッコには無一郎の力で行ってみるか。誰よりも、剣技の才を持つ者。ちゃんと頭の格闘なりながら、さあ行くぜ。かすみの呼吸石の方、水天灯がすみ。ただやばい、瞬間移動するぞ。気をつけろ。さあ、3の方、火山のしぶきで、瞬間移動えぐいな、でもギョッコ。さあ、八重かすみで、やばいぞ。水の壺にだけは捕まるな。遺留切りで素早く近づきながら、さあ、5の方、カウンの海で、残儀が耐えつつ、いや、ただやっぱ毒がえぐいな。上限定員、突き逃しで一旦避けつつ、ただ、意外といけるぞ。やるかも、獅の方、おぼろで、瞬間移動しながら殴ってって。お、編集だぞ。そして、強力な火力の代わりに、壺の瞬間移動なくなったから、意外といけるんじゃないか。ただ、奴をね、手に触ると、選挙になっちまうからな。それだけ気をつけながら、あとはおぼろで、資格をついていけ。いや、上限の5倒したぞ。危なかったな。いや、変身後も強かったけど、やっぱ変身前のね、この壺移動がね、結構厄介なんだよな。さあ、2人目倒したぞ、これで、上限。さあ、結構上まで来たな。さあ、この先はどうだ。お、あそこあれじゃないか。三味線の位置を変えるところ。にしてもちょっとマガマガしすぎるな。ちょっと下降りてみっか。奈落だからな。なんだ？いる。上限の死が、ハンテングやっぱ隠れてやがる。あの端っこに。ハンテングが相手なら、やはり甘露寺の武器。うわ、すげえ。弱そうというか使いづらそう。まさかこんな早く連戦するとは。さあ、まずは恋の呼吸1の方、初恋の穴泣きで、さあ、殴ってって、出てきたぞ。誰よりもときめき、胸を高鳴らせるもの。さあ、まずはこの4体を倒していこう。2の方、追うのをめぐる恋。そして3の方、恋猫しぐれで飛び跳ねながら、次は耐えつつ、さあ、来たぞ、変身した。増発点だ。そして5の方、ひらめく連城乱れ詰めして、さあ、いや、無限ゴージがえぐい。そして6の方、猫足恋風。いけるぞ、増発点。さあ、恋の動きを使ってって、脳筋でいくぜ。とにかく切り裂く。これが恋の動き。恋猫しぐれ。これが結構強い。こうやってもう、飛び跳ねながら、奴のね、攻撃を全部避けていく。無限工場、かわしながら、オッケー。待って。甘露寺さん、強え。さあ、これで、ね、上限の死者も倒したぞ。やっぱ、機動力高いと避けられるからな。さあ、6、5、4倒して、残りは3体か。いや、でも、至るとこにいいんだよな。おお、普通に影もいるぞ、そして。まあ、影はもう、サクッと倒していくか。え、もうしっかり倒して、あ、待って、え、強っ。これが脳筋か。それならちょっと探しに行くか。さらなる、上限を。おそらく、こっから先は、激しい戦いになるだろう。さあ、赤座がいるぞ。赤座が相手なら、富岡。そして、煉獄の刀を使っていくか。さあ、誰よりマスク、誇り高き精神を持つ者。さあ、勝負と赤座。まずは、炎の呼吸1の方、知らぬいで近づく。さあ、からの殴り合いだ。さあ、2の方、上りエンテ。3の方、起炎万象で、炎の残虐耐えつつ、千円のうねり。からの、5の方、えんこれ、炎の虎を出しつつ、さあ、逃げ回りながら一旦ね、回復を待つ。富岡さんの、投げを使って、まずは総裁、ダメージを。回復を待つんだ。さあ、一旦ちゃんと距離離れて、そして炎の呼吸、9の方、奥義、煉獄。さあ、正面からどうだ。その後はもちろん、火の神神楽。さあ、3人の鬼殺隊の力をね、一つの力に、投げがね、結構いい感じなんだよな。その瞬間のね、攻撃は無効化できるから。さあ、そして火の神神楽使い、やばい、落ちた。どうなる、なにー、これが無限城。奈落に落ちたとて、すぐに帰ってくる。逃がすことはない。じゃあ、決着がつくまで、とことん殴り合うことができるってわけだ。ただ負けないぞ。煉獄さんで勝つんだ。煉獄かわして、おお、クメ取れてるぞ。やったのか。いや、まだな。やつは復活する。ただ強かったぜ、赤さん。オッケー、はぜたな、自分で。首を切ったけど復活して、そして自ら、命を絶つ。やっぱ赤さん、かっけーな。いや、にしてもやっぱり、無限城から逃げられないな。やっぱりだから俺は、ここにいる上限たちを全員倒すまで、帰ることはできない。ここまで来たらね、この調子でどんどん倒していきたいけど、この他とは異なる、建物、すごい霊気を感じる。ここにはもしかして、奴がいるのか。いや、いるな。どうまだ。ただ俺は奴を倒すために、忍さんの、この力を使って、あと金尾も使って、倒してやるよ。この毒でな。誰よりも軽やかに舞い、毒を刺すもの。さあ、開幕勝負と行こうぜ。さあ、近づきながら、虫の呼吸、蝶の舞い、戯れ。さあ、すごい、お、蝶々飛んでるわ、ちゃんと。すごいな。さあ、毒食らってるぞ。そして、宝賀の舞い、学びき使って、一月。精霊の舞い、復眼六角。さあ、連撃かましていきながら、そして、五行の舞い、百足ジャバラ。さあ、いいね。地面が凍って、俺も使いやすくなってるぞ。で、もちろん、金尾の花の呼吸も使っていきながら、奴の霊気だけは気をつけろ。さあ、蝶の舞い、戯れで、近づきながら、やばい、水に落ちたら、ちゃんとこの氷を使え。さあ、いいね。毒効いてるんじゃないか。このまま毒で、奴を倒していきたい。毒を与えていきながら、斬撃を出していく。
いや、このちっちゃいドーマがうざいんだよな、これ。こいつ結構強いからな。ちっちゃいドーマというか、結晶の巫女。ただやばい、結晶の巫女多すぎる。3体ぐらいいるぞ。消えてるな、毒が。なんだ？やばい、出てきた！敵やつだ！やはり一旦逃げることも大事か。やべ、近づいてきてる、次は。これやばくないか。さあ、殴って、オッケー、止めたぞ。さあ、出してきたってことは、やつも、結構必死じゃないか。さあ、じわじわどこで削られて、残りもう少しか。これで殴ってくれ、オッケー。残念だったな。今回の毒は痛かったろ。え、でも虫の攻撃結構強かったな。てか、奴の氷も大概だったけど。さあ、6から2は全員倒したぞ。残るは、上限の1か。じゃあ、早速向かうか。ひときわ目立つ、このでかい空間。ここからとんでもない鬼の匂いがするぞ。おそらく、うわぁ嫌がった！上限の1が！奴を倒すにはね、多くの柱の力が必要だ。行くぞ！品塚は、姫島、無一郎、そしてこの玄野の銃で、必ず撃ち取る、上限の1へ。さあ、まずは銃連打して、スキル呼吸だ！行って！さあ、まずは蛇の呼吸を使っていきながら、誰よりも、鋭き眼光を持ち、鬼をうがつ者。品塚さんの風の呼吸も使っていき、誰よりも鬼を滅する執念を持つ者。そして姫島さんの、この刀で、誰よりも慈悲の涙を流す者。さあ、柱として協力していきながら、さあ、無一郎で殴っていき、さあ、蛇の呼吸で、うわ、蛇の呼吸いいな。ちゃんと蛇出るんだ。やつを鋭き眼光で、睨みつけていきながら、風の呼吸結構強いんだよな。この伊達天台風からのガンクの肌へ。やはり岩の呼吸は最強だからな。この圧倒的火力で敵機ぶん回していって、そして玄野の銃で撃ちまくれ。これはどうだ。あ、結構強いこれ。やはりね、月の呼吸はね、範囲が広いってのもあるからな。さあ、強すぎだろ。なんだ、やばい、変身した。やつも本気ってわけか。さらに広い範囲だぞ、あいつは。さあ、気をつけてけ。いや、上限のうち強えガチで、この範囲がやばいだろこれ。ただこの4人の柱の力を駆使して強力プレーだ。今まで数多くの柱を使って上限を1位以外倒してきた。必ずいける。倒すんだ、やつを。なんだ、やばい。3段階目変身か。全身から刀が出てるぞ。隙がない。おお、やばすぎ。しかも近づいたらやつの無数の斬撃の餌食だ。もう近づかなければいいんだ。じゃあここでゲイヤじゃない。おすごい、ゲイヤが今めっちゃ刺さってるわ。これが強力プレーだ。柱じゃなくても上限を倒せるぞ。そして最終形態だ。ありがとうゲイヤ、あとは任せてくれ。俺は超える、この時層の力で。もちろん他の柱の力も使っていきながら、触手巻いた鬼っぽくなっちまったじゃないか。おぼろ、ぶっ刺すんだ俺の刀を。品塚さんの風の呼吸で、オッケー、倒してやったぜ。これでおそらく上限はいないはず。帰るのか俺は。いや、帰るしかない。どーお、帰ってきたぞ産屋敷テラー。あ、待って、まだ遊んでらっしゃる。ただやりました産屋敷さん、上限全員倒しました。よくやった。ただどうやら一人上限を倒し忘れているらしい。え、6人倒したけどな。そいつの討伐には全員連れている。まあ、最近様子がおかしかったからな。いつか俺も加勢しに行くか。ただ無限城は攻略したぞ。この調子でいつか俺は無惨を倒したい。え普通に入ってきた。悪い産屋敷さん、またいずれ。やはり上限だけじゃなくて無惨も倒せと。なんだ、ちくしょう、まだ俺は倒さなきゃいけないってわけか。無惨と残ったもう一人の上限を必ず俺が倒す。ただこんな場所にいたら頭がおかしくなりそうだ。